シュラマル。ちょっと水木さん、あなた一体どういう教育してるの？はあ、エミさんいきなり何？千秋ちゃんよ。千秋が何か悪いことでもしたの？ええ、そうよ。スマホを使ってたの。今日の夕方、駅前で見たわ。あなた何考えてるのよ、最低ね。いや、全く意味がわかんないんだけど、千秋が携帯を持っていて何か悪いの？千秋ちゃんはまだ小学1年生なのよ。そんな小さい頃からスマホを持たせるなんておかしいじゃない。ほら、大体のスマホデビューは中学生からって記事送っておくわ。なんだそんな話。そんなこと言われてもね。確かに中学生くらいで持ち始める子が多いのかもしれないけど、最近は小学生で持ってる子もいるよ。それに家庭環境によって持つか持たないかも変わってくるでしょ。あのね、子供にスマホを持たせるってすごく危険なのよ。ゲームばっかりするかもしれないし、不健康だわ。こうやってスマホを持つことによって子供の多様性が失われていくの。ああ、なんて嘆かわしいのかしら。なんか酔ってるとこ申し訳ないんだけど、千秋のはスマホじゃないよ。高齢者とか小さい子向けの見守りタイプの携帯なんだけど。はあ？何それ。見た目はおもちゃみたいな感じで、機能も制限されてんの。ネットも使えないし、電話帳に登録されてない番号からはメールも電話も拒否する設定にしてあるよ。え？じゃあ何のためにそんなの使ってるのよ。あ、わかった。うちは子供に携帯を持たせられるってマウント用ね。頭悪い。なんですって？いや、ちょっと考えたらわかんない？防犯用として使ってるんだよ。スポーツクラブに通ってるし、今後習い事をすることもあるでしょ。うちは基本的に共働きのことが多いから、連絡手段も欲しいし。でもそんなの教室の先生とかにお願いして電話すればいいでしょ。そんなわがままな理由で電話貸してくれって？なあほうな。それに GPS があると安心だからね。うわ、やだ。そうやって子供のことを監視しているのね。とにかく文句つけたくて仕方ないんだね、みっともない人。なんですって？あ、ごめん、図星だった？キー、何をそうやって子供を甘やかすと後悔するのよ。私知ってるんだから。今度は二人で旅行に行くんでしょ。子供を甘やかすんじゃない。自分の子供がルールやマナーを守らないのはいいの？エミさんとこのお子さん、公園でギャーギャー大騒ぎしてるじゃん。大きな声を上げないようにって看板できたの知らないの？うちの子は私が子育てしてるからいいのよ。私は最高の母親なの。あんたとは違うの。すっげー宇宙一信用できない言葉だ。うるさい。私の名前は水木。私には小学1年生の千秋という娘がいて、スポーツクラブに通っています。送迎のタイミングだったり防犯だったり、いろいろなことを考えて見守りタイプの携帯を持たせてるんだ。ちなみに本体は知り合いからもらったものだし、月にかかる費用も1000円以下。ネットとかも使えないから逆によくて、個人的には重宝してるよ。まあこういうのは親によって結構考え方が違うとは思うんだけど、それならそれで口出ししてくるなよと思っちゃうね。てかエミさんのは言いがかりレベルだと思う。で、ちょっと嫌な予感してたんだけど、この人親子二人の温泉旅行にまでケチつけてきたんだよ。小学生のくせに旅行に行くなんて生意気。携帯も生意気、習い事もダメ。私が正しいお金の使い方を教えてあげるわよ。とっとと消え失せな。え？本当にいい加減にしろよ。え？水木さんめっちゃ怒ってる？当たり前だよ。せっかく千秋と温泉に来たのに、なんであんたがいんのよ。いや、それは水木さんの旅行に便乗してあげようとしたというか。してあげよう？人に迷惑かけてあげようとした？頭大丈夫？だから私は教えてあげようとしてるの。なのにどうして逃げるのよ。なんかいつも上から目線で偉そうに言ってるけどさ、そもそもあんた偉いの？何よ、そういう言い方しなくてもいいでしょ。てか人に言う前に自分を何とかしてから言えば？説得力ないし、あんたから教わることは何一つとしてないよ。あるとしたら反面教師になるくらいでしょ。反面教師？
例えば自分の子供を放置してるくせに人の子供に意見するとか、パチンコに通ってサラ金も利用してるくせにお金のことで意見するとか、みっともないからやめなきゃなって勉強になるわ。どの道やらんけど。バカにしやがってって、ちょっと待ってよ。なんでパチンコ知ってるの？サラ金も。何？水木さん、私のストーカーなの？はあ？こっちにも選ぶ権利ってものがあるんだけど。あのさ、隣町なんて生活エリアの範囲内なんだよ。なのに、隣町に行けばバレないとでも思ったの？嘘でしょ。じゃあ、水木さんは前から知ってたの？少し前から通いで介護の手伝いしてるんだけど、その通り道だからね。パチンコ屋に出入りしてるところも、無人機に入るところもよく見てるよ。人のお金の使い方に文句言う前に何とかしたら？うるさい！私の生き方に口出ししてくるんじゃない！うんわ、すっげえブーメラン買っとんだな。え？はっ！うちだけじゃないよね、文句言ってたの。七瀬さんにはお子さんと外食なんて贅沢だって言ってさ、真由美さんのところには可愛い服は贅沢だ、そんなのおかしい、だっけ？人に言いまくってるくせに自分はいいんだね。うるさいわよ！なんなんだこいつ。言われたくなきゃ最初から言わなきゃいいのにさ。でもこの後は連絡が来なくなったよ。私はゆっくり千秋と日帰り温泉旅行を楽しんでいっぱい写真を撮ったんだ。ちなみに途中でお手洗いに寄ったら団体さんにぶつかっちゃってね、人の波で一回はぐれたことがあったんだよ。数分だけどやっぱり不安でしょ。そんな時もお互い携帯でやり取りしてすぐに合流できたからよかったよかった。もちろん夫にもお土産をごっそり購入。夫は趣味のイベントに参加してたからそこのお土産と交換したよ。最終的には家族にとっていい一日になったね。でも数日後、エミさんは大変なことになってしまったんだ。水木さん、どうしよう。沢田さんって知ってる？沢田さん？知ってるけど。うちの子が沢田さんの家に入ってたみたいなの。ん？どういうこと？まさか勝手に入ったの？そうなの。それで家を壊しちゃったのよ。は？いやいや、え？家を壊したってどういうこと？沢田さんの家、離れがあるんだけど、かなりボロボロになってるのよ。そこに勝手に入って、物をぐちゃぐちゃに壊したって。壁とかもひどいのよ。あら、やっちゃったね。やばいのよ。ボロボロなくせに、結構高いものあったらしくて弁償しろって。そりゃそうでしょ。警察からも沢田さんのところに謝罪に行けって怒られて、行ったら行ったで怒られて。弁償しろって言われたのよ。え、だから何？え、私困ってるのよ。だからなんだって言ってんだけど。人にブーブー文句言ってたくせに、まさか助けろってことじゃないよね。あの、ほら水木さん、沢田さんと仲いいでしょ。だからなんとか。ほら、あんたって本当にふてぶてしいね。だって見たことないような金額なのよ。沢田さん、いいものにこだわって集める人だからな。親戚に弁護士の人もいたはずだし、きっちりやってくれるんじゃない？きっちりされたら困るのよ。まあ何言っても無駄だと思うよ。それにエミさんを助ける人もいないだろうね。なんで？だってさ、この間の旅行のこと謝罪した？いきなり現れて腕掴んで、千秋も怖がってたよ。いやそれはもう終わった話じゃない。それに今も本当に悪いと思ってるんじゃなくて、なんとかごまかしたいって感じ。本当にあんたみたいな人気分悪いわ。わかったわよ、ごめんなさいってば。言って初めてされる謝罪なんて欲しくもないね。あんたが何言っても信用できないし。ま、ちゃんと子供に言い聞かせなかった。自分が悪いんだよ。だから一人でなんとかするんだね。待って、無理なの。なんで？できるでしょ。え？だって私は最高の母親だって言ってたじゃん。じゃあ最高の母親としてきっちり後始末しないとね。いやー、結局とんでもない金額になってしまったんだけど、子供を実家に置き去りにして夫婦でとんずらこいたんだ。エミさん夫婦は全然お金がなかったんだよね。だから子供に少しでもお金をかけているところを見ると面白くなかったみたい。
まあ逃げたとしてもすぐ見つかると思うよ。夫婦揃ってギャンブル好きだから、こういう人は見つけやすいんだってさ。早速隣県のパチンコ屋で見かけたって人が出てきたし、沢田さんはギチギチにやる人だから、夫婦で仕事が見つかるかもね。まあハードかもしれないけど、なんとかなるでしょう。親戚に引き取られたお子さんのためにも、しっかり生まれ変わってほしいね。ちなみに、個人賠償責任保険だっけ？うちも一応、特約でつけてるけど、この場合、子供がやったこととはいえ、故意なわけでしょ？保険使えるのかな？詳しい人がいたら教えてほしいんだけど、ただ、エミさんのところは、特約つけてなかったって言ってたかな？何があるかわからないから、やっぱり備えって大切だね。さて、防災バッグの見直しでもしておくか。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。